昨日めっちゃ大掃除したここ。コケがね、もうやばかった。黒シートに変えてから、コケの量がめっちゃ増えたっぽいな、なんか。こんな感じがする。ここの隔離スペースも全部なくして、一旦全部掃除したら、搭載がね、端っこでポツンとすることがなくなって普通に泳いでんだよね。結構濁ってたからそういうのも原因だったんかな。水の汚れとか。あと金魚も産卵する気配がなかった。全然。おったりはしてるんだけど。で、ここに来て、アズマニシキがかなりモテモテの状態になってる。じゃあ最後の搭載1匹部屋の水槽にいるけど、ここに入れちゃおうか。やってるやってる、ほら隔離だわ。ガタガタになってるよね。この調子で様子ちょっと見よう。どう？尻尾デコボコしてるな。デコボコは治るんかな。尾びれどうだこいつ。どうだどうだ、治ってんのかな。治ってる気がすっけどな。もうちょっと様子見るか。治った？これ以上治んねえとかもあるかもしれないね。塞がってはいると思うんだけど、多分だけど。尻尾見たいんだよ。お、なんかデコボコからなんか綺麗になったっぽいな。なんか綺麗になってきたかな。デコボコだったけどちょっと円っぽく丸くなってきた気がする。どうだ、治ったよね、もうこれは。ほぼ丸い、丸みがある。デコボコだったけど、これ庭池に持っていくか。庭池掃除もして綺麗になったし。なんだお前。くらえ！入れるよ。
っと曲がってるよね、やっぱりこいつ。餌食わせすぎてちょっと太ってるけど。曲がってる、やっぱりこいつ。食わせすぎてめっちゃでかくなってる。曲がってるな、かなり体。搭載同士大きさが違う。肉好きいいね。これ種類は何になるんだろう。オレンジ入ってなかったら白鉄鋼なのかな。泳ぎ方が回ってる感じだね。他の搭載も普通に泳いでるよね。それが嬉しい。この曲がってるのは餌のやりすぎ関係あるのかな。ちょっと餌やってみよう。食ってる食ってる。